オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセ提供フランス365最新ニュースへようこそ。皆さんこんにちは。パーソナリティの野瀬祐介です。本日もフランス365のフランス最新ニュースの時間が参りました。どうぞ最後までお聞きください。番組は2部構成でお届けします。第1部は3月第3週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。第2部は第1部で取り上げたニュースの中からアンサンブルスタッフが選ぶ最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。フランス365フランス最新ニュースは、日本最大手のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。それでは3月第3週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。黄色いベスト運動、参加者が暴徒化、キオスクなどが激しく燃やされる。16日土曜日、18週目を迎えた黄色いベスト運動で参加者の一部が暴徒化し、パリのシャンゼリゼ大通り沿いにある高級ブティックや銀行などが激しく破壊され、一部の店舗では放火や略奪行為が行われるなど、極めて深刻な被害が出ました。世界最長のお食事会、その長さ400メートル。17日日曜日、パリの郊外南部にあるランジス市にある世界最大の生鮮食品市場の一つであるランジス交易市場で、開場50周年を記念し、世界最長400メートルのテーブルと2000人分の食器、料理が準備され、ギネスの世界記録を塗り替えました。経済的事情により300万人が衛生的な生活を送れていないことが明らかに。19日火曜日、フランス世論研究所と寄付連帯協会が行った調査結果で、フランス人の少なくともおよそ300万人が経済的な事情によって衛生的な生活が送れていないということが明らかになりました。フランス年金受給年齢65歳からを検討、発言に非難拡大。3月21日木曜日、アニエス・ビュザン連帯保険大臣が3月17日に、個人的には年金受給年齢を65歳からにすることに反対ではないと発言したことに対する非難が拡大。政府は火消しに追われています。医者の処方箋免除の薬の品目拡大、一部の薬やワクチンが薬局で購入可能に。3月21日木曜日、フランス国会は予防接種薬や一部の軽い病気の薬の調剤薬局での販売及び助産婦が予防接種を打つことを許可する法案を可決しました。続きまして、アンサンブルスタッフがこの中から最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。今回は黄色いベスト運動、参加者が暴徒化、キオスクなどが激しく燃やされるです。16日土曜日、18週目を迎えた黄色いベスト運動で参加者の一部が暴徒化し、パリのシャンゼリゼ大通り沿いにある高級ブティックや銀行などが激しく破壊され、一部の店舗では放火や略奪行為が行われるなど、極めて深刻な被害が出ました。黄色いベスト運動が始まって4ヶ月、政府への抗議のために2018年11月17日から毎週末行われている黄色いベスト運動は、回を重ねるごとに参加者数が減少し、
ここ最近では大きな衝突も見られませんでした。しかし、黄色いベスト運動の主催者の一人、エリック・ドゥルエ氏は、3月16日の黄色いベスト運動では、以前のような大規模なデモを行うことを SNS や動画投稿サイト、YouTube などで呼びかけ、当日はフランス全土でおよそ3万2300人が黄色いベスト運動に参加しました。デモの原点回帰を。この日はフランス政府へ二酸化炭素排出量削減を求める4万5000人規模のデモや、アルジェリアのアブデルアジズ・ブーテフリカ大統領の即退陣を求める大規模なデモも同時に行われていました。16日は11月17日に始まった黄色いベスト運動からちょうど4ヶ月にあたり、またマクロン大統領が進めてきた全国討論会の最終日にあたり、11月17日に行われたような大規模なデモが行われ、デモの原点回帰の姿勢が見られました。高級店が狙われたパリ。フランス国内の黄色いベスト運動の中で最も大勢のおよそ1万人の参加者が集まったパリでは、シャンゼリゼ大通りで大規模なデモが行われ、デモの参加者およそ1500人が暴徒化し、高級ブティックや銀行、キオスクなどを破壊、放火、略奪などが行われました。富裕層、資本主義を象徴する高級店が対象に。今回のデモの破壊行為で特に目立ったのは、シャンゼリゼ大通りに立ち並ぶ高級ブティックや銀行など、富裕層や資本主義を象徴する施設への破壊行為です。市民の多くは今回の破壊行為に対して行き過ぎた行為と捉えていますが、一方で富裕層ではない人の車を放火、破壊しているのではなく、お金があるところが対象になっているのだから問題ないと破壊行為を支持する声も聞かれます。本当に富裕層だけがターゲットだったのか。しかし、今回のデモでは銀行や高級ブティックだけではなく、新聞や飲料、お土産などを販売しているシャンゼリゼ大通り沿いの多くのキオスクやカフェなども破壊、放火されていて、富裕層、資本主義の象徴だけがターゲットではなかったことは想像に難くありません。240名以上が逮捕。今回の暴動で、警察は略奪や放火の容疑でおよそ240人を拘束しました。また、警察の発表では、デモの参加者42人、警官17人、消防士1人が負傷したとのことです。今回の暴動を受け、休暇中でスキーをしていたエマニュエル・マクロン大統領は急遽ヘリでパリへ戻り、内務省の危機対策会議に出席し、国を破壊し、市民の命を脅かす行為が行われている。断固たる決定を下し、二度とこのようなことが起こらないようにすると発表しました。また、マクロン大統領はシャンゼリゼ大通りでのデモ行為を禁止する意向であることも述べました。このような措置が黄色いベスト運動の根本的な解決策になるかは疑問が残り、この先も黄色いベスト運動が収束するかは不透明なままです。では、ただいまご紹介した内容をアンサンブル講師セバスチャン先生にフランス語でまとめていただきました。なお、セバスチャン先生がご紹介するフランス語原文は、フランス365ホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方はホームページをご覧ください。では早速お聞きください。Le mouvement des gilets jaunes devient une émeute. Des kiosques sont brûlés. Samedi 16, lors de la 16e semaine du mouvement
des gilets jaunes, certains participants forment une émeute sur les Champs-Élysées à Paris. Des boutiques de luxe et des banques ont été saccagées et certains magasins ont subi des dommages extrêmement graves, tels que des incendies criminels et des pillages. 4 mois depuis le commencement de la manifestation, le mouvement des gilets jaunes qui se déroule chaque week-end depuis le 17 novembre 2018 pour protester contre le gouvernement voit son nombre de participants diminuer à chaque passage et aucun conflit majeur n'avait été récemment observé. Cependant, l'un des organisateurs du mouvement, Éric Drouet, a appelé les gens sur les réseaux sociaux et vidéo YouTube a organisé le 16 mars une manifestation de grande échelle semblable aux précédentes. Ce jour-là, environ 32 300 personnes y ont participé sur toute la France. Manifestation qui retourne à son origine. Pendant ce temps, il y a aussi eu une manifestation pour le climat comptant 45 000 participants demandant au gouvernement français de réduire les émissions de dioxyde de carbone et une manifestation à grande échelle appelant à la démission immédiate du président algérien Abdelaziz Bouteflika. Le 16 mars a marqué les 4 mois du mouvement des Gilets jaunes qui a commencé le 17 novembre. Les boutiques de luxe de Paris ciblées. C'est à Paris que la manifestation des Gilets jaunes a rassemblé le plus de monde, soit environ 10 000 personnes. La manifestation à grande échelle a eu lieu sur les Champs-Élysées et environ 1 500 manifestants ont provoqué une émeute, détruisant boutiques de luxe, banques, kiosques et sont responsables d'incendies criminels ainsi que de pillages. Sur les photos, en partant de la gauche, on peut voir un distributeur automatique de banque détruit, le café de luxe Le Fouquet
ayant pris feu et du verre brisé chez le célèbre fabricant de macarons, la durée. Les magasins de luxe et les gens fortunés représentant le capitalisme sont visés. Le vandalisme de cette manifestation est particulièrement frappant. Des installations symbolisant les gens riches et le capitalisme, telles que les boutiques de luxe et les banques qui bordent les Champs-Élysées. Beaucoup de citoyens considèrent ces actes de vandalisme comme excessifs. Mais, d'un autre côté, d'autres personnes les soutiennent et pensent que ce n'est pas un problème car ces actes étaient dirigés vers des lieux riches et qu'ils n'ont pas cassé et mis le feu à des voitures de personnes non aisées. Les couches aisées étaient-elles vraiment les seules à être visées? Cependant, lors de cette manifestation, non seulement les banques et les boutiques haut de gamme, mais également de nombreux kiosques et cafés le long des Champs-Élysées vendant des journaux, des boissons et des souvenirs ont été détruits et incendiés. Il est facile d'imaginer que le symbole des couches sociales aisées et du capitalisme n'était pas la seule cible. Sur les photos suivantes, à partir de la gauche, on peut voir l'enceinte d'un café détruite, le kiosque incendié numéro 1 et le numéro 2. Plus de 240 personnes interpellées. Au cours de cette émeute, la police a arrêté environ 240 personnes soupçonnées de pillage et d'incendie criminel. En outre, selon le rapport de la police, 42 manifestants, 17 policiers et un pompier ont été blessés. Le jour des émeutes, le président Emmanuel Macron a dû rentrer plus tôt de son week-end de ski pour se rendre à la cellule de crise au ministère de l'Intérieur. Il a annoncé « Nous avons des gens qui sont en train de détruire le pays et de menacer la vie des citoyens. Nous prendrons des décisions fermes pour que cela ne se reproduise plus. » Il a également déclaré qu'il avait l'intention d'interdire les manifestations sur les Champs-Élysées. La question reste de savoir si de telles mesures constitueront la solution fondamentale au mouvement des Gilets jaunes, et on ne sait pas si ce mouvement finira par se calmer. セバスチャン先生、ありがとうございました。黄色いベスト運動が始まって4ヶ月も経ちますが、収束のめどが立たないのは心配ですね。
フランスにお住まいの方やご旅行される方はくれぐれもご注意ください。さて、本日の配信はいかがでしたでしょうか。番組を聞いてもっとフランス語に興味を持った、フランス語を勉強したいと思われた方は、オンラインフランス語学校アンサンブル・アンフランセをご検討ください。アンサンブルでは経験豊富な講師が常に45名以上在籍しています。マンツーマンのフランス語会話レッスンが1回1500円から、パソコンとインターネットがあれば365日世界中どこでも受講できます。アンサンブルの講師は日本語、英語が堪能な方も多数在籍しているので、入門者でも安心です。試験対策、留学準備などもサポートしていますので、全レベルの生徒様に幅広く対応しています。さらに会員の方にはマンツーマンレッスンだけでなく、無料のグループレッスンにご参加いただけます。レッスン内容はディクテ教科、発音教科、そして会話教科という3種類のグループレッスンをご用意しており、いずれも無料で受講できます。ネイティブスピーカーに通じる本物の生きたフランス語を短期間で身につけたい方は、ぜひアンサンブルアンフランセの無料体験レッスンをご受講ください。あなたのご受講を講師、スタッフ一同心よりお待ちしています。この番組は毎週週末から週始めをめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、 iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。またオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセは毎週金曜日をめどに、フランス語学習をメインテーマにしている番組アラカフェットも配信しています。週の初めはフランス365でフランスの最新ニュースを、週末はアラカフェットでフランス語学習をお楽しみください。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛に、お名前、フランス365を聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしています。それでは皆さん、また次回の配信でお会いしましょう。